2018年3月17日16時42分正楼に突き落とされた高野岩イコールエディオンアリーナ大阪、撮影、岡田茂、拡大、大相撲春場所7日目、週7。1、エディオンアリーナ大阪、元横綱春馬富士の傷害事件の被害者、高野岩は正楼に突き落とされて4敗目を喫し、今場所初めて黒星が先行した。右を差したが、相手の素早いいなしに足がついていかなかった。この日の朝は、師匠の貴乃花親方、元横綱、と同じく稽古場には姿を現さなかった。頭部の怪我の影響や3場所ぶりとなる本場所での疲れなどを問われると、相撲が取れるだけで嬉しい。土俵に上がれるので嬉しい、と気丈に話した。15日間、土俵に上がり続ける意向は変わらないとし、一生懸命、頑張ります、と口元を引き締めた。7日目結果へ中日取組へ今、あなたにおすすめ。